8日ぶりに運転を再開したのは、土佐くろしお鉄道の中村・久保川間の上下線です。四万十市の中村駅では、列車の到着を待つ利用客の姿が見られました。黒潮町で線路に流出していた土砂は、昨日までに撤去され、線路の修復が完了。安全が確認されたことから、線路の修復工事を行った有井川駅と土佐白浜駅の間は、徐行運転を行うとした上で、今日午前の便から運転を再開しました。また、事故の影響で一部運休していた中村・すくも間の便も再開しました。